はい、えー。日本語教育世界の皆さん、こんにちは。えー、このビデオは2021年10月20日の、えー、TTCB コースのためのビデオになります。今週は自動採点で、この最初のビデオでは自動採点とは何かについて説明します。えー、まず JFND オンデマンド教師研修の採点を自動化する。ここを、えー、開いてみましょう。はい。えー、そうするとですね、あの、最初の方に実際にこういうビデオが 私が今話しているようなビデオが4つありますけど、えー、その下に、えー、実際に自動採点のできる Google フォームがあります。こういうフォームを作るのが今週の目的です。はい。このフォームでは今学習者として回答してみますね。えー、ここに番号は学生ナン,ナンバーなので何でもいいと思います。92108とかね。適当に書いてますよ。はい。で、冒険家村上とか。はい。で あのね、まずこの問題は最初にこの、えー、記事を読んでそれに答える、えー、問題ですが、ちょっとこの記事を読む時間はないので、適当に物理学者というふうに答えてみましょう。そしてサブミットします。答えを送ります。えー、そしてここでビュースコア今学習者として見てるんですよ。学習者は自分の点数を見ることができます。すぐにね。はい、えー、ここに書いてありますが、この人は0点でした。 私は0点でしたね。はい、じゃあ何が正しかったのかっていうと、ここに書いてあります。物理学者、私の選んだ答えは間違っていて、正しいのはウェイトレスでした。で、ここにフィードバックとして、4番のウェイトレスが正解ですって書いてありますね。で、実際にその読解の文章の中から引用して、と書いてありますね。というふうにい、あの、えー、書いてあります。はい。で、えっ、ー、とですね。じゃあ、この、えー はい。え、教師としてこれを見るときは、じゃあどうすればいいかということをご紹介したいと思います。それはさっきと同じように、え、これ、あの、回答するところですね。で、教師の場合は自分で作ったフォームなので、ここに、え、鉛筆のマークが見えます。この鉛筆のマークを開くと、学習者の他の回答を見ることができます。はい。え、クラス全体の回答を見るには、このレスポンスですね。 レスポンシーズ。この、えー、タブを開きます、えー。そうするとですね。まあ、こういうふうに100点取った人が27人います。そして0点取った人が31人いるということがわかりますね。えー、で、まあ、この番号とかはいいんですけど、番号とか名前は別にいいんですけど、一番大事なのはここですね。じゃあ、えー、間違った人はどういうふうに間違ったのかっていうのを見ると、えー、この2番目の物理学者として、 間違って答えてしまった人が多いということがわかります。まあ、このグラフを見ても、ウェイトレスってね、これが正しい答えなので、正しい答えをした人は46.6%。で、この物理学者というふうに書いてしまった人がパーセ32%ということがわかります。はい。では、このあの問題をどういうふうに送るか、学習者にどういうふうに送ればいいかも説明します。 まず、この右上のセンドですね。これをク,あのクリックして、学習者のメールアドレスが分かれば、ここにメールアドレスを書いてもいいんですけど、最近はメール使っている人はあまり多くないので、リンクを送るといいです。リンクですね。これ最初は長いので、これを押すと短くなります。はい。で、これを、えー、っと、まあ、コントロール C でもできますけど、このコピーを押しても、えー、コピーすることができますね。はい。で、このリンクを、 学習者の入っている Google Classroom とか、あるいは WhatsApp のグループチャットとか、そういうところに、えー、共有すると、えー、この、あのー、この自動採点のクイズを送ることができるようになります。そして、えー、学習者はそれに回答することができるようになるわけですね。そして回答してすぐに自分が何点だったかを学習者は見ることができます。 先生は採点する必要がないので時間がとても楽になりますね。はい。それではこのビデオはここまでにしておきます。そして冒険は続きます。